はい、どうも、ゆっきーです。今回はですね、Amazon で購入しました、ギネスビールの、こちら、オリジナルグラス付きの、4本セットを購入してみました。はい。こちら、ウェブ限定となってまして、俺もね、ギネスの、グラスはね、1本持ってるんですが、こちら、とは、違う、グラスだということで、買ってみました。はい。それでは開封していきましょう。ドラフトギネスね。これが確か値段が1300円ぐらいだったかな。うん。でした。バカ！ということで、じゃーん！よいしょ。こちらでございます。あ。ちょっとね、スリムなんですよ。これ普通の、普通のかわかんないけど、まあ、一般的なこのグラス。ギネスグラス。に比べると、だいたい2センチぐらいね、高いです。高さがね。で、ちょっとスリムな感じ。うん。で、裏にはこれ、彫りですね。こっちにもまあ、彫りなんですけど。これがちょっとでかくなっている。このバイオリンみたいなやつね。ハープか、これ。で、ここの文字がちっちゃくなってて、なんかこじんまりとした印象を受けますね。個人的には、こっちの、ギネスを注いだ時に、ここバッグが黒になるんで、黒色のビールなんで、白が映えるんですよ。で、こっちの方がね、文字がでかい。ので、なんかこっちの方がかっこいいんですけどね。うん。それではね、実際に、ギネスビールをね、飲んでいきたいと思います。じゃ、じゃじゃーん。ギネスビール。久々にね、飲みますけども。はい。ドラフトギネスですね。3時間以上冷やす。2、大きめのグラスにゆっくりと全量注ぐ。そして3、約2分ずっと待つ。4、クリーミーな泡と滑らかな喉越しを味わうということで。こちら、原材料が麦芽とホップと大麦。アルコール度数 4.5%。原材料がアイルランド。で、内容量が 330ml となっております。うん。それではね。あげましょう。急げ。こう、ゆっくりと注ぐ。これ、斜め45度ぐらいにして。ゆっくり注ぎます。お、ぴったりですね。330ml ぴったりぐらいですね。だいたい。よいしょっと。うん。ドラフトギネス。これはね、ドラフトギネスの特徴である、このサージングね。サージングを楽しむ。こう、ゆっくりこう、泡とビールがね、こう、ピターっと分かれてくるんですよ。こんな感じで。分かれた。うん。いいですね。ギネスビール、久々に飲むな。まあ、ギネスビールは、うん。缶のやつと、一般的に、国内だと缶と瓶が2つ、ね、あるんですけれども、まあ、こっちの缶のやつと、瓶のやつで味が全然違うんですよね。うん。もう分かれたかな。それではね、飲んでいきましょう。カピー。これをボクチンが、このクリーミーさ。んこれあれだ。コーヒーのさ、コーヒーのよか細かいな、これな。コーヒーのっていうよりは普通のあれだな。ケーキのクリームみたいな感じだな。うん。ああ。実にマイルド。そしてちょっとほろ苦く。うん。でもマイルドですね。うん。実にマイルド。ああ。これは。ああ。缶のやつはね、と、瓶のやつがあるんですけれど、缶のこちらはですね、非常に、泡がマイルドで、まあ、この中にね、プラスチックのね、これ、窒素入りだったかな。確か窒素が入ってるんじゃないかと。このボールがね、入ってるんですけれど、それから泡がね、しりゃーっと出るんで、うん。こういうきめ細かいね、泡になるわけです。実にきめ細かな。実にきめ細かな泡になる。ああ。で、瓶のやつは、これほど全然きめ細かくはないんですよね。泡が普通のビールなんですよ。で、ただその代わり喉越しと、香り。かな？うん。まあ一般的な黒ビール。まあ、いろいろ各社からね、黒ビール、一番搾りスタウトとか出てると思うんですけど。うん。で、このギネスの缶のやつの特徴としては、全然炭酸がないということですね。超微炭酸。若干、下にピリーぐらい。1ピリぐらいですね。1ピリぐらいするぐらいですね。うん。この実にマイルドな感じ。他の黒ビールだと、まあ、味わえないですね。まあ、炭酸を抜けば、味わえると思いますけどね。うん。個人的には、瓶のギネスよりかは、こっちの缶のギネスの方が好きです。うん。で、他にも、まあ、バーとかだと、タルナマギネス的な、アイリッシュパブとかね。以前行ったことある、どうやったっけ。ハブバーっていうところね。ハブバーは、あれ、イギリス風パブなんで、まあ、アイリッシュパブなんですよ。なんで、こう、ガチャって注いで、シャーって、いわゆる樽生のギネスが飲めるっていう。ね。俺飲んだんだったっけな？どうだったっけ？ちょっとわかりません。うん。まあ、こちらのギネスビールは、ギネスは、ウィキペディアで見ますと、1756年創業のビール醸造会社であると。で、発祥地がアイルランド。ギネススタウトは水、大麦麦芽、ホップと醸造用イーストから作られる。大麦の一部は、ふかしてかな。ふかしてかな。ふかして、引き割りし、焦がすことでギネスに、黒ビールの色と特徴的な味を加える。それは低温殺菌されて、そしてろ過される。うん、コップに入った食事という評判にもかかわらず、ギネスは、イギリスパイント、20英オンスあたりわずか198キロカロリー。うん、これ、イギリスのパウント、1パウンドは560ミリリットルぐらいなんで、1パイントってどんぐらいだったっけ？568ミリリットルですね。これも1パウンドグラス前買いましたけどね。かなりでかいやつです。198キロカロリーであり、同量の脱脂粉乳やオレンジジュース、あるいは、大部分の他の非ライトビールよりも低カロリーである。ドラフトギネスとその缶入り製品は二酸化炭素のほか、窒素を含む。窒素は二酸化炭素より溶解度がずっと低いので、ビールを発泡性にすることなく高気圧に、することが可能になると。高い圧力を使って微小な泡を形成させ、かつ、注ぎ口の中のプレートに開けられた細かい穴にドラフトビールを通すのだが、これらがギネス特有のサージを起こすのである。缶と瓶の間、中のウィジェットは同じ効果を。ドラフトギネスのよく知られた滑らかさは二酸化炭素が少ないこと、窒素を使っていることと、前述の注ぎ方により生ずる非常に細かい泡でできたヘッドのクリームのような、性質から来ていると。で、これから、説明するのが、瓶のやつですね。オリジナルエクストラスタウト。こちらが、瓶のやつです。は非常に違う味がする。これは二酸化炭素だけを含んでいるので、どちらかというと、痛烈な味である。なるほどね。ということでございます。まあ、日本国内で買えるのはこの缶と、瓶の、2種類ぐらいしかありませんけどね。ということですね。他にもね、アイルランドのね、アイルランドのビール、には結構、ギネスに似た黒ビールが結構あるんですけど、まあ、ギネスビールは非常に特徴的なのはやっぱりこのクリーミーな泡と、あとはこの炭酸が、ほとんど含まれて、炭酸が全然ないことですね。それによってすっげえクリーミーな味はすると。クリーミーかつマイルドだ、味がするということです。まあこれは他の黒ビールだと、まあ味わえないですよね。やっぱりね。まあまた機会があれば、瓶の、ね、ギネスビールもね、買って飲みたいと思います。ということで、まあこのギネスビールはね、まあ久々に飲んだんですけど、全然、コクが、そこまで深い、ビールではないなという感覚はありますね。うん。確かに、ローストの麦芽の香りはするんだけど、そこまで重くない感じはしております。うん、若干甘さすら感じるもんね。苦味はほぼないんですよ。うん。うんうんうん。うんうんうん。まあ、こんなもんかな。3334です。ご視聴ありがとうございました。